ゼロ円物件についての話は真実をちゃんと伝えといた方がいいよ。真実ね、うん、過去にだからゼロ円物件に関してね、あの動画にコメントいただいたこともあって、安い値段で出すっていうことは安いなりの理由があって安く出してるわけで、ゼロ円でもらっても早期変更で最低10万はかかると、で譲渡する以上は家も手を入れないといけない状態であることが、うん、もうそれはもう覚悟しておいてもらわないといけないというところ。つまりゼロ円物件は物件を手に入れるまではタダで、タダというかまあ同期変更10万ぐらいで済むけど、住むまでに、うん、多分100万とか下手すれば300万とか、もっとこの辺の物件ナンバー100とかは多分100は多分1000万円だよ。あの物件は一回一応大工さんに見てもらって、うんうん、あの仲間に見てもらったけど、こら派手しなくからかからそうって言ってた。派手しなナンバー100に関してでも決まった、うんうん、やっぱり大工さんが自分で直せるからっていうことで、うんうん、でそうそう、だからゼロ円物件に関して言ったら絶対にリフォーム等々で絶対にお金がかかる物件であることはもう間違いない、間違いない。でただあのそれこそでもツアージの物件なんかは、うん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 、あそうね、そうだ、割とすぐ住める物件ではあったけど、あの家財道具は特に揃ってなかったし、うん、あとツアージまであるというところもあったんで、あの空き家バンクでの価格の付け方っていうのは家主さんに決める権限がもちろんある、うん、だから例えば1億で売りたいって言ったら1億で出せるんだけど、うん、大抵の家主さんはその島の物件の相場とかわからないし、うん、だから聞かれるんですよ、これいくらぐらいですかねっていうのを聞かれるんで、こっちは、まあ、本来は答えちゃいけない立場なんだけど、これに近いような物件だったら過去に売れた実績がありますよみたいな情報はお渡しできると、うんうん、それを踏まえてじゃあいくらぐらいで出しましょうかっていう話に決まってくるんで、過去にこれぐらいの物件が0円でしか売れてませんよっていうことを言ったら、じゃあ0円仕方ないけど0円にしましょうかっていうことになるわけです、うん、だからこっち側が決めてるわけではなくて家主さんが決めてるんだけど、現状の相場感みたいなものがある程度反映されてきてる、うん、つまり0円のものにはやっぱ0円の価値しかなくて、残念ながらトイレはボットンだし修繕しないといけないところが結構あったりする、うん、もしくはすごい僻地によって生活そのものが不便だったりするから、うん、タダで住める、タダで家が手に入るぞっていう安易な飛びつきは禁物ですよということは言っておきたいですね、うん、ゼロ円不動産がね今すごくフィーチャーされてるんですけど、うん、ゼロ円ってゼロ円じゃない、タダより高いものはないっていうのが空き家にも言えると思う、多分、うん、要するにだからもうゼロ円物件っていう言い方がもうちょっとあれだよね、リフォームに最低これぐらいかかりますっていう、でもそれってさ雰囲気はどういうリフォームするのか、そうなんよ、違うんですか、そうなんよ、どこに頼むかに、そうなんよ、いやいやけんだからうーん微妙なところだけど、どの程度か金がかかりますよ最低限、それはもうあのちょっとテキストでは絶対書くようにするから、伝えきれる、読んでほしい、あテキスト読んでください、じゃああの絶対にこの YouTube の物件に関するあの詳細が分かるサイトへの URL を概要欄に貼ってますので、こっちで売約済みって書いてるものはもう売れてるもんなんでYouTube 動画公開してるけどもう売れてるもんに対して問い合わせはしないでください。